リムル様。リムル。リムル様。リムル様。リムルさん。はっ。ペガサスに乗った騎士が数百騎、こちらに向かっております。え？まさか。ドワーフの英雄王、ガゼル・ドワルゴン。武装国家ドワルゴンを統治する英雄王、ガゼル・ドワルゴン。初対面はなんとドワルゴンの裁判の場で、俺は被告スライムだった。いろいろあったが、結果としてカイジンたちと一緒にドワルゴンから追放になってしまった。だから俺の印象は悪いはず。何しに来たんだろう。リムル様、いかがいたしますか。できれば戦うのは避けたいんだが。問題ありません。蹴散らせばよいのです。それでは町への被害が。住民は逃げないと。住民の護衛は私にお任せください。そうだな、いざ戦闘になったらまず住民を避難させよう。その間俺たちで時間を稼ぐぞ。はっ。久しいな、カイジン。はっ。スライムか。最初に名乗っておく。俺はリムルだ。スライムだが、スライム呼ばわりはやめてもらおう。これでも一応はジュラの森大同盟の盟主なんでね。これが本性ってわけでもないんだが、こっちの方が話しやすいだろ。で、何の用だ。担当直入任務。リムル、貴様を見極めに来たのだ。見極め。この森の名士となったなどとホラを吹く貴様には文というものを教えてやらねばなるまい。その剣が飾りでないというのなら俺の申し出を受けるがいい。王よ、まさか。本気で戦ってみるのが手っ取り早いであろう。我らが森の名士に対し傲岸不遜ですよ、ドワフも。よう、トレーニーさん。森の管理者が言うのであれば真実なのであろう。ホラフキ呼ばわりは謝罪するぞ、リムルよ。だが貴様の人となりを知るのは別の話。獲物を向け。また無礼を重ねると。いいよ、トレーニーさん。俺が無害で愛らしいスライムだってことはこいつで証明するしかなさそうだ。わかりました。では立ち会い人は私が行いましょう。はじめ。こっ。標的を発見しました。警告。高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。余裕。ふっ。ふっ。ふっ。行くぞ。負けじゃ出番だ。オートバトルモードへ移行します。王の力を見せてやろう。英雄破棄。オートバトルモードを終了します。よっ。よっ。行くぞ。よっ。受けてみよう。油断し、アイシクルスピア。そりゃ。ふっ。よっ。くそー。よっ。行くぞ。よっ。たーくそりゃ。よっ。はっ。よりゃ。これで決まりだ。
ではないか。フレアサークル、くらえ。ジュリアン、ゴー。それレア、行くぞ。アイシクルスピア、そりゃ受けてみよう。俺の剣を受け止めよったわ。おい降参だ。俺の負けでいい。剣を交えてよくわかった。お前は邪悪な存在ではない。よければ話し合いの場を設けてもらいたい。では勝者リムル・テンペスト。いいのかよ。それにしてもよくぞおぼろ地点強雷を見切ったものよ。見事だったぞリムル。いや偶然だよ。その技は俺の師匠が使っていて知っていただけの話だ。なんだと。まさかその師匠というのは。お見事でしたな。おお剣気だな。森で迷っていたあの時の小僧が見違えましたぞ。いや失礼ドワーフ王、わし以上の剣士へと成長したようで頂上ですじゃ。剣士殿にそう言っていただけるとは。あれから300年になりますか。剣士殿とも話したいリムル。早く案内してくれ。うまい酒くらいあるのだろう。白狼がガゼル王の師匠だった。ということはガゼル王は俺の兄弟子になるわけだ。本当世の中どうつながっているのかわからないもんだ。なるほど、オークロードを倒した謎の魔物集団の調査だったと。それが敵となるか味方となるか見極めにな。リムリは聞きたいことがある。ああ。俺と名約を結ぶつもりはあるか。いきなり何言い出したこのおっさん。何言ってんだこのおっさんみたいな顔をするんじゃない。お前がもしもこの広大な森を全て焼酎にできたならば我が国をも上回る富と力を手に入れることができよう。その時に後ろ盾となる国があれば便利だぞ。願ってもないことだがいいのか。それは俺たち魔物の集団を国として認めるとそう言っているのと同じだぞ。無論だ。この話我らにとっても都合がいい。相互に利益がある話だ。答えは急がずともよい。よく考えるがいい。いやこの話喜んで受けたいと思う。うん。王女にふさわしき決断力だ。さすがは俺の弟弟子よ。よし。でお前たちの国の名は何というのだ。国の名前だと考えてなかった。ジュラの森とリムルテンペストから名を取ってジュラテンペスト連邦国だ。ここにジュラテンペスト連邦国と武装国家ドワルゴンの同盟の成立を宣言する。良好な関係を築こうリムル。ああよろしくな。リムル様おめでとうございます。リムルさんおめでとうございます。ジュラテンペスト連邦国と武装国家ドワルゴンの同盟が成立した。魔物たちの国家に力強い後ろ盾ができたのである。ガゼル王から俺たちはディザスターの危険度の魔物と認定されそうだったと聞いた。オークロードはハザード、魔王はその2つ上となるディザスターで一部にはカタストロフもいるらしい。俺たちは魔王クラスと同等の討伐対象になるところだった。同盟しておいて本当によかった。ジュラテンペスト連邦国はこうして歴史に登場した。
それが周辺諸国に様々な影響を及ぼすと知るのはもう少し先のことだが、リムルさん、テンペストが大きくなって警備の範囲が広がりましたよね。ああ、リグルたちには遠方まで見るように言ってるけど、それがどうした？旅の途中に注意を受けた場所なんですが、南西の丘陵と呼ばれる場所が危険かもです。南西の丘陵が危険？近場の住人が言うには、南西の丘陵は強い魔物の縄張り争いが激化してて立ち入り禁止だとか。強い魔物の縄張り争い、どう考えても安全なわけないか。これは早めに調査に行っておいた方がいいな。スミレ、ありがとう。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。リムル様、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。覚悟はいいか。カオスイーター。アイシクルスピア。この調子だ。我らが力、思い知ったか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。それ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らい尽くせ。グラカミ。いいか。こんなもんかな。力、思い知ったか。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らい尽くせ。グラカミ。無理。ってくれ。こんなもんかな。行こう。力、思い知ったか。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らい尽くせ。
んなもんかな。給料の情報サンキュー。前もって調査できてよかった。確かにあそこは危険だ。ミーマルさん、お仕事早。情報が役に立ったようでよかったです。仲間が危ない目に遭う前に調べられてよかったよ。思念伝達、これはソウエか。リムル様、ドワルゴンのガゼル王がおいでです。帰ったばかりと思ったが、一体何の用だ。ガゼル王はかつてドワルゴンであったベスターを連れてきていた。しかも部下を連れず一人で。ベスターじゃねえか。ベスターはドワルゴンの貴族で大臣、カイジンと同郷であり、過去に確執があったらしい。スライムだった俺はドワルゴンの飲み屋で遭遇した際に下等な魔物と言われて酒をかけられ、さらに後日カイジンたちと共に裁判にもかけられた。この裁判でカイジンたちも国を追放されてしまったが、これはベスターの罠だった。その後ひどい目に遭ったと聞いたが。有能なこいつを遊ばせておくのはもったいないのでな。とはいえ勘違いするなよベスター。貴様を許したわけではないが、ここで働くことは許可しよう。貴様の本分を生かし、腐ることなくここで精一杯に生きてみせよ。おうよ。それではベスター殿の知識が我らに流出することになりますぞ。流出していった本人が今さら何を言う。うん、そのための名役よ。お前たちのいるこの地をまだ見ぬ技術の最先端にしてみせよベスターよ。はい。ここで思う存分研究に励むがよい。ははは。おうよ、今度こそ期待に応えてご覧に入れます。ではさらばだ。リムル殿、カイジン殿、申し訳なかった。許されるならここで働かせてもらえないだろうか。リムルの旦那、何かあったら俺が責任を取ります。ここは俺を信じて。
こいつを許してやってください。優秀な研究者が増えて助かるってもんです。怪人殿。怪人がそれでいいなら俺に文句はないよ。ベスターよろしくな。はは、不詳ながら精一杯務めさせていただきます。ガゼル王が連れてきたのならひとまず信用するとしよう。あのおっさんやたらと俺の兄弟子を気取りたがるからな。ガゼル王はベスターを連れてきただけで帰った。王が自らわざわざ。自由なおっさんだ。しかしまさかあのベスターが仲間になるとは。何が起こるかわからないものだ。働きたいって話したけどベスターはどんなことができるんだ？ドワルゴンでは大臣をしておりましたが、本来は研究者でして、こちらで何かの研究でお手伝いができればと思ったのですが。リムルの旦那、こいつの知識はなかなかなもんで、研究者としては俺が太鼓判を押しますぜ。研究か。考えていたことがあるんだけど、フルポーションの生成法を確立して量産を実現したいんだができるか？フルポーション、初めて見た時からずっと研究したいと思っておりました。興味持ってたならちょうどいいか。頼んだ。研究するにも場所がいるか。ベスターの研究所を作るから少し待っててくれ。承知いたしました。とりあえず研究所用に素材を集めるか。目標が発生しました。よし、集めるぞ。今日も豊作だな。リムル様、訓練が。ああ、ご苦労様。今日は自分の訓練が多かったみたいだな。腕が。さすが白狼、頼りにしてるよ。お任せくだされ。訓練が終了しています。コク潜在能力が解放されました。コク潜在能力が解放されました。コク潜在能力が解放されました。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 コク潜在能力が解放されました。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 建築を実行しますか？頼んだぞ。さすがだな。というわけでジュラの森の警備体制については以上だ。何か質問はあるか？よし、今日はここまで。どうした？ずいぶん機嫌がいいじゃないか。はい、実はこの前シオンさんに警備の仕事を褒められたんですよ。オラも褒められただす。いや、あんな美人に激励されたら俺ますます頑張っちゃいますよ。んだ、シオンさんオラたちをちゃんと見てくれるだす。それでいてめちゃくちゃ強い。ああ、憧れるな。
シオンがね。確かに魅力的だよな、シオンは。はい、俺たちシオンさんのためなら何でもできますよ。おお、まるでアイドルのファンクラブだ。ファンクラブ？リムル様、ファンクラブって何だすか？ファンクラブってのは、簡単に言うと同じ好きを共有するために集まった団体だな。ということは俺たちシオンファンクラブってことですね。そういうことだ。そうなるとシオンのブロマイドなんかが欲しいだろう。ブロマイド？あ、こっちには写真がないのか。カメラがないんだから当然だ。カメラ、こっちでも作れないかな。リムル様？ああ悪い。もしかしたらお前たちにいいものをやれるかもしれないぞ。いいものですか？そうだ、楽しみにしてろ。は、はい。カメラを作るとなると、まあ困った時はまずベスターに相談だ。ベスター。これはこれは、リムル様、今日はいかがされましたかな。実はちょっとみんなをびっくりさせるような道具を作ろうと思ってな。というわけなんだ。ほう、それはまたなんとも不思議な。巨像を作り出すですか。玉ボタルと刻印魔法をうまく組み合わせれば可能かもしれません。そんな便利なものがあるのか。タマボタルはもともと魔法との親和性が非常に高いものですので、ただそれを紙などに転写するには特別な染料が必要でしょうな。カイジン殿でしたら何か知っているかもしれません。よし、わかった、ありがとう。早速カイジンの元に行ってみよう。新たな目標が。気合い入れていくか。リムル様、リムル様、リムル様。カイジン、カメラを作りたいんだが、転写する染料ってどこかにないか。おいおい、リムルの旦那、何を言ってるのかさっぱりわからねえぞ。ああ、もう一回説明しないといけないのか。という仕組みなんだ。なるほどな。で、それを紙に刻む染料が必要なのか。何か思い当たるものとかないかな。うまくいくかはわからねえが、つくもかぶとから作られる染料なら、この辺で取れる素材の中じゃ一番可能性があることは確かだ。そうか、ならそれを取りに行かなくちゃな。待ちねえ旦那、確か工房に幾分か在庫があったはずだ。そいつを持って行ってくれ。本当か、ありがとな、カイジン。いいってことよ。うまくいったら俺にも見せてくれよな。残るは玉ボタルか。早速集めるとするか。新たな目標が。よし、集めるぞ。リムル様、能力の上昇率を開示します。
探索開始だ。コク、標的を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ、グラトニー。こんなもんかな。フッ、そりゃよっ、力、思い知ったか。お、なんだこれ。それ資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。コク、接敵を確認しました。覚悟はいいか。カオスイーター。悪くはなかったんじゃないか。よし、完璧だな。あとは任せた。かたじけない。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ、こんなもんかな。アイシクルスピア。この調子でガンガン行くぞ。発見しました。覚悟はいいか。カオスイーター出発だ。コク、
探索開始だ。コク、標的を発見しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォール。ゴブゴブリンの力を見たか。知ったか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。たお、なんだそれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。それ。うりゃ、アイシクルスピア。そりゃ。コク、一旦帰ろう。これで必要なものは揃ったかな。どうだ大賢者、これでカメラは作れるか。はい、これらの素材でカメラの作成が可能です。やった。いやー、なんとかなるもんだな。じゃあ合成してみるか。ここをこうして。なるほど、本当にカメラじゃないか。早速ゴブゾウたちに持って行ってやるか。あいつらびっくりするぞ。コク、新たな目標が。気合い入れていくか。リムル様。リムル様。お前たち。リムル様、今日は前に言っていたいいものを持ってきたぞ。じゃーん、シオンの写真だ。これはシオンさんの絵ですか。絵じゃないぞ、これは写真って言ってたな。美しいです。よくわからないけど、もらっていいですか。ああ、大切にしろよ。俺も欲しいです。お願いします、リムル様。もちろんだ。みんな並べ、順番に渡すぞ。あの、ウシュナさんのはありますか。ふふふ、そういうやつもいると思って用意してあるぞ。やったこれは何の騒ぎですか。あら、これは私とシオンの絵ですか。あ、これは写真なんだ。あ、ほら、前に機械で撮らせてもらっただろ。あのよくわからない機械を持ってきた時ですね。あれでこんなものが。まずいな、もしかして怒る。すまない、ちゃんと説明するべきだ。こちらの機械をリムル様に使えば、リムル様の写真ができるのですか。え、できるなら今すぐ作らせてください。いや、リ
ムル様の写真であればみんな欲しがりますよ。そうですね、寛大なリムル様のことです。心配しなくても好きなだけ写真を撮らせてくれますよ。これは断れないな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、リムル様。リムルさん、リムル様、コク、うんうん、いい調子だな。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。行くぞ。ふん、行くぞ。コク、接敵を確認しました。覚悟はいいか。うおー、カオス資源の出しにするか。資源の出しにするか。お？なんだこれ。資源の出しにするか。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。ヘラカミ。こんなもんかな。ふっ、行くぞ。よっ、ストレッ。我らが力、思い知ったか。コク、接敵を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォール。コブゴブリンの力を見たか。この調子でガンガン行くぞ。それ。
悪い、任せるぞ。コック、強敵を発見しました。燃え尽きるがいい。あまり舐めてもらっては困る。おぼろ、こっち続けていくぞ。はっしゃ、うっせー、あまりやっていくぞ。悪くはなかったんじゃないか。目標を達成しました。よし、目標達成。ビスター、研究所の場所なんだが、町の中に作ると何かあった時に怖いから、洞窟の中に作ろうと思ってるんだが、どうかな。それは良い案だと思います。安全面はもちろん、周りに気を使わず研究もできますし、やはり研究ですので秘匿性が高いのも利点かと。思いのほか好印象。封印の洞窟の中に作る予定だ。ここからも近いしな。わかりました。完成を楽しみにしております。さてと、何やってんだお前。な、いや。このガビル、リムル殿のお力になりたく馳せさんじましたぞ。ガビル様、かっこいい。当然である。頼りになる男、ガビル様。では切りますね。あ、いやいやいや、ぜひとも我が輩たちを配下に加えていただきたいのです。必ずお役に立ってご覧に入れますので、何卒。話を聞くと、父親であるアビルに感動されたらしい。他に行くあてもなさそうだし、まあ別にいいけど。兄は反省しているのです。償いの機会をお与えください。なんで親衛隊長までここに。私は兄と違って感動になったわけではありません。父アビルが見聞を広めようと私を送り出してくれたのです。親衛隊と共にリムル様と宗衛様に恩返ししたく。なるほどね、わかった。そういうことならまとめて面倒を見てやるよ。仲間になったならガビルの妹と従者たちにも名付けをしないとな。ふーん。ガビル君、羨ましそうにするなよ。お前にはガビルという立派な名前があるだろ。わ、まさかこっそり。ガビルのやつ光ってる。ありがとうございます。我が輩一生ついていきます。仕方ないのでガビルの部下たち全員に名前を与えた。するとドラゴニュートに進化したのだった。なぜか元親衛隊長であるソーカとその従者たちは人間にそっくりだったが同じ種族らしい。ガビルは初対面では調子に乗っててよくわからなかったけど、オーク戦では意外と強かった記憶があるな。なあガビル、名前の上書きでどれだけ強くなったか確認したいんだけど、いいか。もちろんですぞリムル様、我が輩の進化と実力をとくとご覧くだされ。よし、ついでにベスターの研究用にポーションの原料になりそうな素材も集めに行くか。新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。
能力の上昇率を開示します。出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。我が範囲をお任せあれ。ボルテクスクラー決まった。我が範囲にお任せあれ。ボルテクスクラッシュ決まった。我が範囲をお任せあれ。ボルテクスクラッシュ決まった。アイシクルスピア、この調子でガンガン行くぞ。敵を発見しました。覚悟はいいか。うおー、カオスイーター。アイシクルスピア、アイシクルスピア、
けしてやろう。デスストーム。相手が悪かったな。上場の成果だな。オイラの勝ちっすね。戻ったぞ。能力の上昇率を開始します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。こんなもんかな。いくよ。目標達成。リブリ様どうでした？我が輩の新たな力役に立ちそうです。もっと見せましょうか。ああいやもう十分だよ。ガビルの力は分かった。ガビルはお調子者だが思いのほか真面目に働いてくれそうだ。何をさせればいいかな。ガビル以外のドラゴニュートもどうするか考えないとな。ソウカはソウエイと面識あったな。もともと親衛隊だったしソウエイに託してみるか。ソウカ、ソウエイの下で働かないか。ソウエイ様のところで。はい、ぜひぜひお願いいたします。よし、決まりだ。にしてもすごく嬉しそうだな。この者たちを配下に加えろと。好きに使ってもいいのですか。ソウエイの好きに鍛え上げていいよ。わかりました。リムル様の仰せのままに。一生懸命働かせていただきます。人型に近い進化をしたソウカたちだと諜報活動なんかもできそうだ。他のドラゴニュートたちはどうするかな。そういやリザードマンたちは湿地帯を住処にしてたよな。ガビルたちはずっとこの町にいて大丈夫なのか。我が輩たちは水辺があれば大丈夫なのであります。東の湿地帯の近くにリザードマンが住んでた洞窟があったとリグルが言っていたな。リザードマンの生態も知っておきたいし調べに行ってみるか。目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。
コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。コク、標的を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ、いいぞ。こんなもんかな。ガッツガッツ。接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ、この調子だ。こんなもんかな。アイシクルスピア、そりゃ食らえって覚悟。フレアサークル、食らえ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ、いいぞ。こんなもんかな。アイシクルスピア、そりゃあ覚悟せ。フレアサークル、食らえ。ふむふむ、結構調子いいな。お？なんだこれ。資源の足しにするか。発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ、こんなもんかな。まだまだだ。やっふっ、うりゃ、それ油断した。アイシクルスピア、そりゃくらいつくせ。グラサミ、
なもんかな。クレアサークル、くらえ。よし、目標達成。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。東の洞窟を調査した結果、リザードマンの生態が把握できた。地底湖のある洞窟とかってどう思う？良いですな。近くにそういう場所があれば住処にしたいくらいです。そうか、ベスターの研究所が完成した。研究所のある封印の洞窟には地底湖がある。ガビルたちドラゴニュートにはちょうどいい場所な気がする。そういえばカイジンに言ってなかったな。ベスターの仕事先を作ったが見に行くか？それはぜひとも頼む、リムルの旦那。ガビルたちドラゴニュートも連れて行かないとな。研究部屋の使い心地はどうだ？秘密の研究施設のようで落ち着きます。ヒポクテ層を使ったポーションの研究も順調に進んでおります。量産までそう遠くないかと。それはよかった。引き続き頼むぞ。俺の体内で生成しているのと同等の性能を持つポーションが量産できればいろいろ助かるからな。我が身を振り返ってみれば恥ずかしさでいっぱいです。カイジン殿への醜い嫉妬が始まりでしたが、思い出すたびにバカだったと思っております。せっかく得た汚名返上のこのチャンス失いたくないのです。そして好きな研究に全力で打ち込みたい、その気持ちにも偽りはございません。本当にあの時は。ああ、わかった。お前の気持ちはよくわかったから。どうだガビル、この場所は？水気もあり、ここはとても居心地が良いですな。よし、ベスター、ドラゴニュートには薬品研究所の助手としてここで働いてもらおうと思う。は、受けたまわりました。一人では効率の悪い作業もありますので助かります。お前たち、ベスター殿の役に立つようにな。ははベスターの顔にかつてのような険しさはなかった。過去を反省し研究に没頭するベスターは信じられる。今のベスターならカイジンとも仲良くやれるだろう。ドラゴニュートとも馬が合うようだし、ここは任せても大丈夫だろう。新しい仲間たちもこれで適材適所にはまった。よし、街の中でも見に行くか。おいゴブタ、楽しそうだな。何かいいことあったのか？あ、リムル様、聞いてくださいっすよ。森に超かっこいいカブトムシがいたっす。かっこいいカブトムシ？背
正確に言うならカブトムシとクワガタを足して割った感じだったけど、あれはもしかしたらインセクトの一種かもしれません。気になる。取れたら取ってきてほしいな。グレー、あのカブトムシはお前より強いかもしれん。いや、そんな気はしてたけど。カタキにも見せたいね。そういや、進化の秘宝に関して何か分かったか？ジュラの森のどっかの遺跡にあるってことは分かったにゃ。力が封印されている石で、それに魔素を込めると精神生命体への進化ができると聞いた。精神生命体は物理的な攻撃が効かず、魔法の攻撃も効きづらくなる。上位の精霊や悪魔とかと同じような存在。上位精霊、イフリートとかか。秘宝のある遺跡に今から行くよ。カタキより早く取らにゃいとね。分かった、結果をまた教えてくれ。もちろん。そういえばインセクトはどこで見たんだ？南の迷路樹の奥です。かっこいいカブトムシか。しかも強そうな。見てみたいな。ゴブタたちからかっこいいカブトムシは南の森で見たと聞いた。行くしかない。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。覚悟はいいか。カオスイーター足にするか。お？なんだこれ。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。決まりだ。食らいつくせ。グラタニー、さすがに効いたろ。こんなもんかな。そうや、いくぞ。よっ、いい感じだ。そりゃ、うりゃ、そりゃ、よっ、そりゃ、ふん、ふむふむ、結構調子いいな。確認しました。我が輩にお任せあれ。ボルテクスクラッシュ。決まった。この調子でガンガン行くぞ。標的を発見しました。我が輩にお任せあれ。ボルテクスクラッシュ。決まった。
フレアサークル、くらえ。おや、そりゃ。ふむふむ、結構調子いいな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。あ、リムル、どうだった？カブトムシ、見つかったか？見つからなかった。結構見た人いるんで、すぐに見つかると思いますよ。自分だけ会えないとなると、余計に会いたくなるな。もう一度行ってみるか。ブレードタイガーの死骸？あの小さな魔獣がブレードタイガーを倒したのか？確かに、なんとも心くすぐるかっこいい姿をしてるな。お前がこいつを倒したのか？おい待て、俺は敵じゃない。お、あいつの後ろに何かがいる。何かを守ってるのか？お待ちください。なぜ逃げなかった？もはや俺にお前を守る術は残っていない。許せ。ブレードタイガーに襲われたのか。ボロボロだけど大丈夫か、お前ら。そこのいいと強きお方、我らを保護していただけませんか？こいつら、仲間を守る気持ちを持ち合わせているようだ。ここで見捨てることはできないな。なんなら俺の配下にしても。とはいえ、助けるならギブアンドテイクだ。こいつらにも何か仕事を与えられれば。こっちは八型か。そういえば、シュナたちと話してた甘味の研究の進捗が良くないんだよな。良質な蜂蜜が手に入れば、いろいろ作れるようになるかも。おい、蜜を集めたりできるか？はい、可能です。よし、蜜集めをやってくれるならお前たちを助けよう。お願いします。2匹とも体の半分ほどを失っていたので、俺のスライム細胞を与えて治療した。外骨格は魔鋼を加工して補うことで問題なく回復させられた。かっこいいカブトムシ型の魔獣にゼギオン、ハチ型の魔獣にアピトと名付け、俺のペットにした。名付けた途端、格段に強くなった感じ。今ならブレードタイガーにも楽に勝てそうだな。蜂蜜集めはお前たちに任せる。その前にどの程度できるか力量を知っておきたい。蜜集めすごく重要だからよろしく頼む。はい、お任せください。アピトのおかげで蜜集めの目処は立ったけど、よく考えたら養蜂場を作った方が安定した収穫が望めることに気づいた。すぐに怪人に養蜂場の相談をし、施設に必要な建築資材を集めることになった。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。コク、
築を実行しますか。よくやった。まさにイメージ通りだよ。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムルの旦那、想定通りに作ったのは作ったんだが。どうしたんだ、怪人らしくない。いや、おそらくこれは旦那が求めるものじゃないと思ってたな。どういうことだ、ちゃんとできてるじゃないか。ま、これを舐めてくれ。養蜂場で採れた蜂蜜だ。なんか微妙。まずくはないが、確かに思ってたのと違うな。ここは専門家アピトに助けてもらうか。ここで蜂蜜を作ってるんだが、どうも味がいまいちなんだ。養蜂場に問題はないと思います。蜂が集めてくる蜜に問題が。味のいい蜜を集めるには希少花からよりすぐる必要があります。あ、カブトムシ、やっぱかっこいい。前よりも広角に艶があるな。うん、なんだか王者の風格がより増してる。ハチ、かわいい。ほいにゃー、みんなそんなに虫が好きなの。リムル様、その魔虫、なかなかの力を持っているようですが、飼われるのですか。ああ、お前たちにも紹介する。新しく仲間になったゼギオンとアピトだ。ゼギオンさん、アピトさん、よろしくっす。よろしく。よろしくお願いします。そう、リムルさん、僕ら遺跡に行ってきたんだ。残念ながら秘宝はなかったにゃ。すでに誰かが取った後だったよ。やっぱり仇の兄貴かな。仇？ゼギオンは仇のことを知っているのか。リムル、悪い予感がする。もしかしたら仇はすでに秘宝を手に入れたかもしれん。わかった。と言っても何もできないが、注意はしておくよ。リグル、コブタ、スミレはこの辺に詳しかったよな。ちょっと聞きたいことがあるんだ。お前らチュラの森で希少花が咲いている場所を知らないか。希少花？珍しい花のことだ。ただリムル様、我々は花にはあまり詳しくないので。食ってうまい花ならわかるっすけど。希少花は魔素が高い場所など特殊なところに咲きます。アピトさんが希少花探してるのかな。ということはリムルさん、蜂蜜狙い？そうなると蜂がいて変な花が咲いてた場所だから、もしかしてって思うのは記憶にあるんだけど、違ってたら迷惑かけちゃうし。どこだっけ。あの、リムルさん、希少花ってアピトさんと一緒に探しているんですか。そうだよ、スミレは結構あちこち旅してたんだろ。なんか知らない。心当たりはあるんですけど、場所が思い出せなくて。少しお時間いただけますか。調べてみます。わかった、俺は俺で探すから、スミレの方も頼む。はい、わかりました。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。リムル様、
リムル様。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、標的を発見しました。さあ、集いなさい。行きますよ、ファンタズムアーミー。愚か者め、リムル様に勝利を。ストームカノン。アイシクルスピア。フレアサークル。結構調子いいな。オイラの勝ちっすね。お、なんだ。足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。こんなもんかな。うん、コツをつかめばって感じか。オイラの勝ちっすね。コク、強敵を発見しました。さあ、集いなさい。行きますよ、ファンタズムアーミー。目標を達成しました。よし、目標達成。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。スミレ、どうだ、思い出せたか。俺の方は手がかりなしだったよ。
リムルさんが探しているのって蜂蜜が取れそうな花ですよね。うん、養蜂場を作ったんだけど肝心の蜂蜜があんまり美味しくなくてさ、模索中なんだ。トレントの集落に変わった花が咲いてました。ああ、あそこの花はうまかったっすよ。食ったのかよ。でも食ってうまいってことはいい蜜が入ってるのかも。バライアドの管理する地になら咲いていても不思議はありません。となるとトレイニーさんに相談するか。というわけなんだ、トレイニーさん。トレントの集落で花の蜜を集めさせてくれないか。トレントの集落なら希少な花々が多く咲いているだろう。その地の守護はもちろんするし、トレントたちに迷惑はかけない。ま、とにかくこれを味わってみてくれ。試しに集めさせてもらったここの蜂蜜だ。おいしい。アピトとゼギオンが一日がかりで集めてほんの少ししか取れなかったけど、ここでの採取を認めてくれるなら一定量をトレントに送り続けるよ。これほど美味な蜂蜜ならみんな喜びます。どんなお菓子にもぴったりですよ。3人が太鼓判を押した蜂蜜だ。トレイニーさんだって気に入るはずだよな。わかりました。花を粗末に扱わぬと約束していただけるなら、トレントの集落で蜜を取っていただいて構いません。もちろん、ありがとう。と言ってもクイーンマスプならその心配も杞憂だと思いますが。こうしてセギオンとアピトはジュラテンペスト連邦国の一員となった。アピトは自分に従う蜂を使い、トレントから定期的に蜂蜜を採取するように動いてくれている。この蜂蜜とシュナたちの努力により、ジュラテンペスト連邦国の甘味事情は劇的に向上するのだった。リトたちの情報から精神生命体への進化を促す秘宝をカタキが手に入れた可能性は高い。カタキとの再戦が迫っていた。いつ戦いになってもいいよう町の整備を進めておくか。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しますか。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。あ、リムルさん、町の整備中に熱湯が湧き出したと聞いたんですが。そうみたいだな。カイジンから熱湯をどうするか相談があったよ。リムルさん、お願いがあります。温泉を作ってください。温泉？まあ熱湯が湧き出したから温泉だけど、まだ成分や入って大丈夫かどうかもわからないし。私旅してた時何度か天然の温泉を見つけて入りました。それがもうすっごく気持ちよくて極楽でした。残念ですがこの世界ってお風呂なんて全く重要視されてないですよね。日本人としてお風呂、いえ温泉文化を広めたいと思います。温泉は人生に欠かせないです。ノー温泉ノーライフ。
わかったわかった。温泉か。スミレの話を聞いてたら入りたくなったな。カイジンから相談もあったし作ってみるか。スミレの圧に押されカイジンと温泉について話をし、温泉施設に必要な資材を集めることになった。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.